本日はホームワインさんから4種類のワインセットをいただきました。おしゃれやな。え、おしゃれな。これ全部違う種類のワインが入ってるみたいで、赤2種類、白2種類、4種類のワインが届いてます。へえ、こんなして乗ってんや。なんと私たちも今日が記念日というところで、せっかくなのでこのワインを使ってこのワインに合う料理を作って、うん、記念日パーティーをディナーで楽しみたいと思います。おお、かわいい、めっちゃ。よし、カート発動。レッツゴー。カートってやっぱり何歳になってもちょっとテンション上がるよな。上がるよな。一緒に押そう。いいよ。恥ずかしいな。やっぱり今日は記念日ということだから、ケーキないとわかんない。いいの？え、めっちゃ美味しそう。迷ってるな、迷ってる。誰も1個しか買ったらへんとは言うてへんで。ほんまに？え、ほんまに？めちゃくちゃ喜んでるやん。これ2種類買っていい？いいよ。え、ほんまに？いいよいいよ。じゃあ失礼します。めでたんやし、ドーンと行こうぜ。え、ダーリーの食べたいのはどれ？ショットケーキ。あ、ないんか。いいね、秋。秋の実りパフェ。俺これにしよう。しゃ。レッツクッキー。美味しいサラダ作ったらか、余っとれ。オッケー。ダーリーはメインディッシュや。さあ、今日のメインディッシュ、もう一品は？やば。牛ランプステーキで。言えた今。牛ランプステーキ。ステーキです。ステーキです。はい。で、もう一品がさっきのタラですね。ムニエルにしていきます。絶対美味しい。もう美味しい。え、食べる？いいわ。はい、どうぞ。人参。オラフみたい。お、オラフギュッと抱きしめて。ほら、ブラペパ。ブラペどこ行った？ブラペ。ブラペした、ブラペ。こんなサラダをさ、うん、ちぎってるシーン、料理してないみたいやん。やめて。でも美味しいサラダ作るんやんな。はい、そうです。今日記念日やから張り切ってんねん。いいね、いいね。何ヶ月記念日？なんや、追ってくんな。おしゃれしてるやん。今日は記念日やん。おう、ディナーの服装してんの、気合入ってるな。うん、食べ過ぎた。それは何を作ってるの？バケットの上に乗せる。おお、おしゃれですね、ダーリン。さっすレモン汁もいっとこうか。いいですね。足りてないな。お、待って。おいしい。めっちゃうまい。食べたい。味見したん？ちょ、食べる？はい。これをフランスパンにかけんね。待って、あの想像以上に美味しくてびっくりしてる今。あとでフランスパンにかけます。はい。ハニーの好きなブラックペッパーかけとくか。粗挽いていく。粗挽いていく。それっぽい。よく言われる。形から。あれ、いつもの声かけは？えいやってやつ。そうそうそう。あと、あべしってやつ。あれ、切れ味悪いこっちやな。あべし。あべっしゃ。はい、出ました。えいや出るかな。えいや。切った後やんけそれ。おー、この辺に置いていこう。うまそう。え、あっちゅう間にできたやん、サラダ。うまそう。もう味付けも完了？完了しました。食べれるやん、もう行こうかな。ダーリンが見てない隙にやったよ。マジで、できるんなっちゃうな。もう食っていい？あかんよ。あかんのかい。めっちゃシェフっぽい。なんかそれっぽい。なら、肉、焼いていきます。お願いします。ふぅー。同じ。ふぅー。ふぅー。これでちょっと待っとくだけ。うん、とりあえず1分近くこれでいきます。へー、楽しみ。味見する？人参。うん。なんかオラフちゃうねん。やってやって、僕オラフやって。僕オラフ、ぎゅっと抱きしめて。考えとくわ。よいしょ。あー、いい感じ。めっちゃいい感じ。蓋ですね。はい、簡易な蓋しかないんですけど、これで蓋していきます。はい、OK です。はい、OK。 中は今日はミディアムでいきます。肉がジュージューうるさいですけど、隣でじゃあ魚もいきますわ。お願いします。でもさ、めっちゃ熱いんやけど、この隣。熱い。よし。ふぃー。ふぃー。はい、今日はこの肉を、あ、そんなんするんや、乗っけて封印します。封印します。封印。
なんていう呪文です。アンダブダアンダブダエンデイロアハンマーガンマー。美味しくなさそう。お願いします。はい、ダーリンは魚ですね。まあ、オリーブオイル。慣れた手つきですね。いや、初めてです、オリーブオイル使うの。おまか、はい、それ。じゃあ、タラも焼いていきますね。はい。このタラ、ぷっくりしてるな。の、肉厚やな。大海原を冒険してきたやん。イクラじゃん。え、このタラ、タラちゃんやわ。え、イクラちゃん、これが大工場さんです。そうや、タラちゃんや。タラちゃんおる、この3匹のどれか。もうすぐ完成じゃん。ちょっと久しぶりやね、がっつり2人で料理するの。確かに。なお久しぶりです。お久しぶりです。元気してましたか。いや、寂しかったですよ。また全部落ちた。ポテテだからっていいですか。ポテテどうぞ。ありがとうございます。あんな風にやばい、バケモンぐらいいい匂いしてる。わあ、ほんまや、匂ってきた。おお、いい匂い。うん、うん、難題、タラちゃんを探せ。です、です、です。どれどれや。もうハニーがいつでも来てくれと言わんばかりにセッティングを終えてくれてます。タラちゃん、いつでも来て。あ、タラちゃんが欲しいんや。あ、タラちゃん、いらっしゃい。いらっしゃい。このタラさ、あの、手羽先みたいな形してて可愛いんねんけど。よし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 。ドキ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 。よし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 。映画、映画。中はどうなってるのでしょうか。おお、いいですね、いいですね。よし、赤一本、白一本でいくか。そうしよう。おお、ほんまにちょうど一杯分の量でしてくれてるんやな。そやな。ありがとう。はいよ。お魚食べるときは白ワイン飲むな。おう。お肉食べるときは赤ワイン。そう、合ってる。正解です。はい、ついにできました。へい、よし。めっちゃ美味しそう。早く食べよう。もう腹ペコやから行きたいと思います。乾杯。乾杯。おめでとう俺ら。記念日や。何から行こう。やっぱステーキから行こう。じゃあ塩、塩でどうぞ。まずは、うん、うまい。我慢できへんから行っちゃうね。うん、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 ベッド合う。合う、うめ、おいしい、深いわ。肉のしつこさがもう全部赤ワインです、飛ぶ。じゃあ、ハニーも赤ワインで追い打ちしてみてください。では、失礼します。どうぞ。あ、ダーリンの言ってること分かった。分かる？肉のしつこさが酸味でぶどうに吹き飛ばされた。ぶどうまで戻ったか。すげえな。なんか、ぶどう農園見えたもん。あ、でもな、なんか、ほんまの話で、ワイン飲むときは、そのワインが作られる工程とか、その風景を思い浮かべながら飲んだら、うん、一歩先に行けるらしい。嘘。ほんま、これほんま。一歩先の人間になれる。なるらしい。じゃあ魚もちょっと食べて白ワイン行ってみようか。どうぞ。どう？ダーリンの味付け。うん、うまいっす。それはそうや、ダーリンが作る料理やで。あ、ほんと美味しいよ。ガチの反応、あざす。めっちゃ美味しい、ほんまに。あー、うんうん、いいっすね。よかったね。かなり爽快感のあるワイン。では私も白。うん、あ、これが爽快感なんですね。そうです。美味しい。めちゃくちゃ優雅な夜やな。めっちゃ優雅。記念日ならではです。そうですね。どう、私さくの。うんうん、うまいっす。やろ。うん、ありがとう。どうせいいよ。どうやばいよ。ダーリン、お肉とかさ、お魚食べてたらさ、うん、めちゃめちゃご飯が食べたい。しゃあない、これは定めや。俺らにはこれが必要や。ありがとう。待って、食卓に合わんじゃん。全然合ってない。でも必要や。しゃあない。え、めっちゃナイスタイミング。いただきます。全然回して匂い確保できないやつ。そうです、なりきります。壮大な景色が広がった。今目の前に。うん、美味しい。でもこれほんまに、うん、結構高級ワインみたいで、ボトルで買ったら1万円ぐらいするようなワインらしい。うん、それをこうやって、え、いいな、飲みたい量をたしなめるっていうな。ボトルで買っちゃったらさ、うん、結構な、飲みきるの難しい。そう、もうずっとそのワインになってまうし、たくさん味が楽しめるのにな。うん、
フレークを乗せてこれをですね食べたいと思います。うん、うまっ。ギガジさんや、おいしい。マジでうまい、幸せや。たまにはありやな。あり、ほんまにワインに詳しくなるんちゃうんだ。あり、そうやな、うん、そろそろちょっとワインに詳しくならなあかんなっていう、そういった絞れ持ってるからいいよ。そんなんしてたらマスターも持ってるよ。じゃあ思い切って勉強しちゃおう。うダーリン、これいく。おいただきます。どうぞ。パンとお魚ってめっちゃ合う。な、おいしい。うまい。よし、いただきました。めっちゃ美味しい、ほんまに。え、また作ってほしい。いいよ。あ、この赤ワインほんま深い。美味しいよな。うまい。こんなんもう味わえへんから飲んどき今。はい、わかりました。っていうところで、来月の記念日は何する？あー、来月もこれかな。さて、2ステップ目は香りでございます。どう思います？めっちゃ香りするね。わかりやすい香りがしますね。はい、トロピカルフルーツの香り。トロピカルフルーツ。例えば、パイナップル。うわー、トロピカル。ちょっと甘い香りが。さて、やっと飲めます。3ステップ目は味わいでございますね。一口ゆっくりとね、口の中に流し込んでいただければと思います。どうでしょう？舌の上の感じの瞬間に、ちょっとバターのような、非常に滑らかなコクのある、そういうふうな味わいがしませんか？この余韻の反対をアタックと言います。つまり、口に入れた瞬間の第一印象。アタックからの余韻と言って、飲み終わった後に、余韻すごいな。アタック余韻ロだ。うん、ワインは美味しい。普通におもろかったな。うん、知らんことめっちゃ知れた。またさ、なんか飲み方変わるよな、こうしたら。確かに。だってさ、知って飲むのとなんか違うの、知らんの。わかるわかる。特別な日のディナーの後にはこれっしょ。もういい？いただきます。いただきます。めっちゃ豪華やん。チョコモンブランと普通のモンブラン。うまっ。うまい、うまい。これほんまにスーパーで売ってたケーキやんな。うん、スーパーのレベル高いな。考えられへん。俺らにはスーパーでも十分すぎる。あ、落ち着くで緑茶飲んでる。緑茶。誰？ダーリン？ダーリンや。あ、俺？ちょこマジでうまい。食べたい食べたい。めっちゃうまい。鼻の穴広がっとんで、鼻の穴もマジでビー玉ぐらいでかかってる。これもめっちゃ美味しい。スーパーボールか思ったわかんない。美味しくて広がっちゃったの。また買おうこれ。そやな、月一やな、やっぱ記念日のために。な、覚えてんの食べたんだけど。な、言うてみ。うん。おい、